入れるところね。でそこで返します。反対側も塗ります。塗りました。じゃあ火の上で炙ります。フリフリ、そうです。あんまり近いとお尻焦げちゃうからね。火の上の方で、そうです。オイランたちの華やかな衣装や暮らしを支えたのはお大臣と呼ばれる富裕な商人たちでございました。お大臣で知られているのは紀の国や文左衛門や奈良や茂左衛門で、不分、奈良元略称で呼ばれて人々に羨ましがられたのでございます。ご覧いただいておりますオイラン道中は、紀文こと紀の国や文左衛門が吉原に遊びに来てもオイランの顔を拝むことさえできない。待ってくださいね。持ってで、すぐ離さないで、ちょっと我慢 しっかり持って、そしたらなでなでもできます。はい、ゆっくり。Thank you.